さあ、何人がご覧になってるかわからない YouTube 見てるらしいですよ。結構な人がご覧いただいているということですけどね、今回国立西洋美術館ミケランジェロと理想の身体、はい、収録終わりましたけども、いかがでございましたですか。やっぱアポロ、アポロダビデ、ダビデ、はい、あカダビデ、どっちか、うん、どっちやねん。だってあれもうかなりヤズツっぽかったからね、透析機は無理があるだろうと。いう感じでしたからね。そうね、探すの面白いね。じゃあ我々的にはアポロっていうことで、アポロで決まりましたね。アポロ派でいいでしょう。アポロ派で、アポロ派っていうことですね。小木さんもご満足いただきましたか。満足しました。それもあれほら完成してないのがまたミケランジェロの良さみたいな、うん、ちょっと完成してないところが逆に美味しいな。美味しいみたいな作品、まあね、うん、あそれでもいいんだと思いましたね。ミケランジェロはすごい人になればなるほどね。そうなのよ、そうなの、あるんですよこれが、ね、そういうのが。なんかあの顔がふわっとしてるんですよね、みかんだと。あれが良かったです。ふわっとしませんでした。なんかオーラに包まれたような ちゃんとした顔になってないけど。五郎さん的には何がいいんですか今回は。今回のね、うん、やっぱりあのダビデ・アポロ のみかんプリが本当に良かった。やっぱりあれがいいんだ。みかん、そこなんだな。みかんいいなと思って、みかん欲しいなって思ったよ。あそう。でもみかんなんだけど、もうほぼなんつうのかな、肝心なところはもう全部捉えてんだよね。だから多分一発でガーンと行くんだよ ね。ミケランジェロクラスの人になると、うん、いや絵でいうとこの線がすごいみたいなことなのか。そうだと思うんだよね多分、うん、分かればいい。そういう感じなんじゃないかなと思うんですよね。はい、このミケランジェロと理想の身体、はい、放送は8月14日火曜日夜9時でございます。よろしくお願いします。ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。